です。共通テスト数学 2bc 直前チェックをやっていきます知識の漏れがないかを確認してもらって詳しい内容や証明は各自復習をしておいてくださいまず筆頭部分の式と図形です二項定理しっかりと理由から作れるようにしておいてください総加相乗平均の不等式についても押さえておきましょう係数の2など迷ったら具体的な数で確認するのがおすすめです解と係数の関係2次の係数で割るというところと符号に注意して押さえておきましょう余裕のある方は3次方程式の解と係数の関係も押さえておきましょう 常用の定定理理、と因数定理ごちゃごちゃになれないようにそれぞれどういう内容だったかというのを復習しておきましょう座標に移って分点公式成分が分かっている2点を m 対 n に内分する点の座標はクロスする形でこのように表されます外分について例えば3対2に外分と呼ばれたら小さい方をマイナスにして3対マイナス2の内分として考えれば OK です点と直線の距離忘れやすいですけれども分母に来るのは直線の式の x の係数と y の係数の2乗の和のルートです 分子に来るのは点の座標をこの直線の xy に代入したものの絶対値です円の接線の公式円の上にある点での接線の式というのはこちらとなりますつまり円の方程式の x と y にそれぞれ一つずつ接点の座標を入れたものとなります2つの円の位置関係中心間の距離と2つの円の半径の大小で判断をしていきます位置関係としては5種類あるので押さえておきましょう では筆頭部分三角関数についてです。ラジアンの定義しっかりと押さえておきましょう。半径に対する弧の長さで角度を考えていきます。周期についても定義を押さえておきましょう。グラフで考えてどれぐらい進めばまた同じグラフの状況になるかというものです。例えば y イコール sin2x の周期は π となります。中身が 2π 進んで同じになっていくからということです。偶関数、奇関数についても押さえておきましょう。グラフが y 軸対称になるようなものが偶関数。原点対称になるようなものが奇関数です。 三角関数を置き換えるときは sin や c o s ンの値の範囲に注意しましょう。過法定理特に s i n c o s ンの方はこれでも何でもいいのでしっかりと覚えて取り出せるようにしておきましょう。符号に要注意です。過法定理を使ったさまざまな公式しっかりと作れるようにしておきましょう。2倍角の公式この c o s アル2 α について sin と c o s ンの2乗の和が1というところを用いて出てくるこの2つの式から整理をすると半角の公式が作れます。2倍角の公式や半角の公式は三角関数の中身を半分にしたり2倍にしたりするときに用います。 余裕がある方は三角関数の合成についてです a サインシータープラス b コサインシーターのようにサインとコサインが出てきてこの中身が同じ時に合成を発動できます中身は加方定理ですけれども作り方をしっかり押さえておきましょう積和の公式覚えても作っても何でもいいので余裕がある方は押さえておきましょう作り方としては加方定理を考えてこの積の形がどういうもので出てくるかを考えてうまくプラスマイナスの加方定理を作って消して作るというところがポイントでした 和積公式も同様ですサインプラスサインとかコサインプラスコサインとか同じ種類の和や差について積の形に整理することができます作り方としては A や B というものを同じものの和と差になるように分解をして加方定理でうまく消してあげることによって積の形になるんでした指数対数関数についてです指数法則確実に押さえておきましょう特に指数部分の和や差積小ですねそれぞれどういう内容を表すか押さえておきましょう 指数関数と対数関数の対応も押さえておきましょう手の条件0より大きく1ではないこちらも押さえておきましょう対数の性質自由に使えるようにしておきましょう真数の掛け算というのは対数の和に分解できる真数の割り算というのは対数の差に分解できるというのがポイントです真数の右上の数というのは前に出すことができます手の変換公式新たな手を取ってきてこのような形で分数に分解できます三角関数と同様に指数関数を置き換える時も指数関数の値というのは必ずプラスになってくるので 範囲に注意しましょう定とグラフの関係もよく出てきます例えば定が1より大きい時 x の代償関係例えば p と q という2つのものを取ってきた時に指数関数であっても対数関数であっても代償関係は保たれますグラフのイメージで捉えると良いですけれども x の代償関係と y の代償関係が一緒になるよということです一方で定が0より大きく1より小さい時というのは x の代償関係と y の代償関係はひっくり返りますつまりグラフがどちらも右肩下がりになっていて x が大きくくななるるとと y は小さくなるというイメージですしっかりとグラフとともに押さえておきましょう桁数の問題については常用対数の値を考えてあげて評価をするのがポイントですでは筆頭部分微分積分についてです同関数や微分係数の定義しっかりと押さえておきましょう x を取ってそこから h に進んだところの点この傾きに関して h を0に近づけていったものが同関数ですでこの x に具体的な値を入れてその点での接線の傾きに対応するものを求めているのが微分係数です 平均変化率という言葉も押さえておいてくださいある2点を取ってきた時の結んだ直線の傾きを表していますこの片方をもう片方に近づけていくことでその点での微分係数を求めることができます微分公式基本的なものと余裕のある方はこちらもぜひ押さえておいてください接線の方程式について傾きが微分係数で求められて通る点が分かっているのでこの形で求められます極値について x イコール a で極値を取るとなった時は f'a つまり同関数の x イコール a での値もしくは x イコール、A、でのの微分係数というものが0になりますただ逆は成り立ちません。例えば y=x3 イコール x 乗のようなグラフを考えるとここで傾きは0になっていますが極値ではないです。あくまでも同関数の値が0になってかつその前後で同関数 f'x の符号が変化するとき極値であることと同時になります。積分について原子関数言葉をしっかり押さえておいてください。微分すると fx になるような関数のことです。 基本的な積分公式と余裕がある方はこちらの不定積分公式も押さえておきましょう面積について基本的には上のものマイナス下のものを積分区間で定積分することによって求めることができますただ三角形や台形についてはわざわざ積分をせず図形的に求めると早いことも多いです面積公式こちらは知っておかないと解けないというものではないですけれども知っているとかなり時間が短縮できることがありますまずは2次関数について放物線と直線によって囲まれる面積は6分の 絶対値 a かけるベータマイナスアルファの3乗で求められます。次に放物線と接線があって x イコールアルファと囲まれる面積を求める際は3分の絶対値 a かけるベータマイナスアルファの3乗で求められます。最後に接線が2本引かれている係数まずはこの接線の交点というのは2つの接点の x 座標のちょうど真ん中になります。この面積に関しては12分の絶対値 a かけることのベータマイナスアルファの3乗で求められます。 余裕がある方は3次関数の面積公式も押さえておきましょうこのような形で X イコアルファで接線を引いて囲まれた。図形の面積は12分の絶対値 A かけることのベータマイナスアルファの4乗で求められます。ここから選択問題です。第4問数列について等差数列一般項と和の公式等比数列一般項と和の公式しっかりと押さえておきましょう。特に等比数列の和に関しては、公比が1の時形が異なります。 ののの形の数列の和求め方をしっかり押さえておいてください公費をかけたものを引くことによって等比数列の和を作って計算していくことができますシグマの基本公式しっかりと3乗まで押さえておきましょう和から一般項を求める問題この式を用いることによって一般項の式を求めることができます初号 A1 については S1 と等しいというところから求められます部分分数分解こちらも作り方をしっかりと押さえておきましょう係数で調整するのがポイントです解数率について 差数数列列といいうのは数列ののはをっっていったものこの数列を解数列列をと呼びますここに特徴がある場合は AN の一般項というのは A1 プラスこの回差数列の和によって求めることができます二項完全化式について AN プラス1や AN をある文字で置き換えてあげてこれを解いて出てきたものを使うことによってこのように変形できて等比数列の話に持ち込むことができます余裕がある方は三項完全化式の解き方も押さえておいてください 群数列の問題コツとしては各群の中で個数が何個あるのかを把握するというところと群の話をしているのか全体の話をしているのかをしっかり切り分けるのがポイントです第5問統計について知識が多いですけれども定義から導けるものがほとんどですので時間のある方はしっかり導けるようにしておいてくださいまずは確率変数と確率分布について確率変数ラージ x の取り得る値 それらに対して確率を多用させたものを確確率率分布と呼びます。確率の合計が1というのもポイントです。これをもとに期待値の求め方も押さえておきましょう。取り得る値とその確率をかけたものを全て足したものが期待値となります。分散の求め方も重要です。それぞれの値に対して期待値を引いたものの2乗にその確率をかけていったものを足し上げます。期待値を使って表すとこのような形となります。これを変形するとこのようになりまして。確率編成の2乗の乗期待値 期待値の2乗で求めることができます実際に求める場合はこちらの方が早いことも多いです標準偏差は分散のルートです確率変数の変換しっかりと押さえておきましょうこのような式で新たな確率変数 y というものを定めるとそれぞれ取り得る値というのは x の取り得る値にこの変換を施したものとなりますで、この y の期待値分散標準偏差どういった値になるかしっかりとイメージとともに押さえておきましょう確率変数の独立についてです定義をしっかり押さえておきましょう ラージ X、ラージ Y という二つの確率変数が独立というのは、ラージ X のすべての取りる値とラージ Y のすべての取りる値に対してこの式が成り立つことになります。つまり、例で押さえておくと、例えばラージ X がゼロという値になり、ラージ Y がゼロとなるような確率零点というのは、ラージ Y がゼロになる確率かけることのラージ X がゼロになる確率で求めることができています。 これが全てのペア4つのペアについて成り立つとき独立と言えますこの確率分布は独立です期待値と分散の性質しっかりと押さえておきましょう2つの確率変数の和の期待値は期待値の和に分解できますこれは独立でなくても分解できますしかし積の期待値もしくは和の分散に関しては独立であるとき分解することができますしっかりと条件を押さえておきましょう 二項分布について内容を押さえておきましょう起こる確率が p のものを n 回繰り返して何回起こるかというものを確率変数と置いていますこのように表現されますこの時 large x の期待値は np 分散は np×1-p という形で求められますサイコロなどのイメージとともにしっかり押さえておきましょう連続型確率変数についてです確率変数の値が連続的に変わっていくとき確率に関しては確率密度関数というものを考えますそしてこの囲まれる面積が確率を表していきます つまりラージ X の値が A 以上 B 以下になる確率というのは A から B まで積分したものとなります。この囲まれる面積の合計は確率ですので1となるのがポイントです。では正規分布です。具体的な確率密度関数の形は省略してある確率変数が正規分布に従うときこのように表されてグラフではその平均に関して左右対称の形になっています。平均から左右に、 標準偏差の2倍取ったところに95ほど集まってくるというのも重要な性質ですこの平均は期待値と同じ意味ですが平均ということが多いです確率変数ラージ x に対してそこから平均 m を引いて標準偏差シグマで割ったような新しい確率変数 z というものを考えるとこの z は n01 つまり標準正規分布に従いますこの操作のことを標準化と呼びます 正規分布周りで何か確率を考えたい時はこの標準化を行って標準正規分布表によって確率を求めていくというのが鉄板の流れです先ほど出てきた二項分布に関してこれは連続型ではないですけれども n が十分に大きいと正規分布に従うとみなすことができますそれぞれ先ほどの二項分布の期待値分散が入っていることを確認してください標本平均の分布です母集団から無作為に抽出したものの平均が標本平均でこちらは確率変数となります 母平均が m、母分散が σ2 乗の時、標本平均の期待値分散はこのようになります。とても重要です。期待値に関しては母平均と同じで、分散に関しては母分散を n で割った形となります。平均を取るとばらつきが減るイメージです。n が十分大きい時、元の分布がどのような分布であったにせよ、この標本平均の分布というのが、 正規分布に従うとみなすことができますそれぞれ先ほどの期待値と分散が入っていることを確認してください母平均の推定です標本の大きさが十分大きいとき母平均の信頼度95%の信頼区間はこのようにして標本平均の値から求めることができますこのラージ x バーのところには実際の標本平均の値を入れますシグマに関して 母集団の標準偏差がわからないときは N が十分大きいとき標本の標準偏差で代用することができます99%の信頼区間になると1.96ではなく2.58を用います母比率の推定について母比率の信頼度95%の信頼区間は標本の大きさ N が十分大きいときこのような形で標本比率を用いて求めることができます仮説検定について例えばペットボトルの内容量が少ないなぁと いう時に内容量が 500mm じゃないんじゃないかということを判断したいケースを考えますこちらを対立仮説と呼びますそれに対してそうじゃないという仮説を帰無仮説と呼んでこの帰無仮説を仮定して今回の起こった結果以上に極端なことが起こる確率を求めますそれをもともと定めていた有意水準基本的には0.05などが取られますがそれと比較をしてそれよりも小さければ滅多にそんなことは起こらないということで帰無仮説を棄却して 判断したかった対立仮説を採択、つまり内容量は5 0 0ミリではないと判断することになります。一方で有意水準よりも小さくなければ、そこまでレアなケースじゃないよねということで、帰無仮説は棄却されません。たまたまそういうことが起こったという判断になり、対立仮説が棄却されます。この判断の流れをしっかりと抑えておくようにしましょう。今は確率と有意水準を比較しましたが、有意水準を踏まえた規格域というものを、 求めてあげてそれと今回起こった結果による値を比較して判断する場合もありますしっかりと復習しておいてください第6問ベクトルについてです視点変更の式別の視点を設けて元々の終点へのベクトルマイナス元々の視点へのベクトルと分解できるというのがポイントですベクトルの大きさは成分の2乗の和のルートです分点公式ここもクロスでしっかりと作れるようにしておいてください重心のベクトルはすべて足して3で割ります ああるる点が直線上にあるという条件の表し方です。まずは共戦条件どっちを視点にとってもいいですけれどもベクトル AC がベクトル AB の実数倍で表せるよという表し方ができますもう一つはこちら別の点をとってきて係数の和が1になるよという表し方もできます状況によって使い分けられるようにしておきましょう空間ベクトルについてある点が平面上にある条件の表し方ですまずは共面条件どこを視点にとってもいいですがこのような形である実数と別の実数 を係数にとった和でで表せるという方法ですもう一つは別の点 O というものを取ってきて係数の和が1になるよということで表すこともできます内積について図形的な表し方と成分での表し方をしっかりと押さえておきましょうベクトルの問題で角度を求めたいときは基本的に内積の式から cosθ を求めて θ を求める流れが鉄板です90度の時内積が0になるという垂直条件も重要です同じベクトルを2通りで表して 係数比較すする問題もよくありますこの時重要なのが一理独立という性質です。平面ベクトルであれば2つのベクトルがどちらもゼロベクトルではなく平行ではないときつまり三角形をなすようなとき一理独立と言えます。空間であれば3つのベクトルが四面体をなすようなとき一理独立と呼びます。終点の存在範囲しっかりと図形的に捉えられるようにしておきましょう。例えばこのような形でベクトル OP が定められているとき p の範囲というのは s+t プラスが1であれば直線 ab 上にありますし s+t プラスが1かつ s は0以上 t は0以上となれば線分 ab 上を表すことになりますよくわからないベクトルの大きさの話が出てきた時は2乗して分解することで求められることがありますしっかりとこの展開間違わずにできるようにしておきましょう三角形の面積の問題もよく出ます出し方が何通りかありますまずは1 2分の1かける辺の長さかけ辺の長さかけサインの強角 これは空間でも使えます角度が分かっているときはこれを用いると良いでしょうあるいはこちらこの式も空間でも用いることができます内積が分かっていたらこんな形で求めると楽なことも多いですで最後にこちらこの式は空間では用いることができません平面限定ですで成分が分かっているときはこれが一番早いですで三角形の面積を求めさせて四面体の体積などを求めさせる問題も多いですが底面積×高さ×三分の1三分の一忘れやすいので気をつけましょう第7問平面上の曲線についてです 放物線の定義、式、焦点や順線との関係しっかりと押さえておきましょう。左右に開く形であればこちらの式の形となります。楕円についても定義、式、焦点の座標、接線の式、しっかりと思い出せるようにしておいてください。2点からの距離の和が一定であるのが楕円です。長軸、短軸というのは中心からの長さではなく、それぞれ 2a、2b となります。 ここでは原点中心にしておりまして A 大なり B で書いてますが A 小なり B の場合は焦点は Y 軸上に出てきます双極線についても同様です定義式双極線の場合は前近線の式あとは焦点の座標接線の式しっかりと思い出せるようにしておいてください双極線の定義は距離の差が一定の点の軌跡ですまたこのグラフは右辺が1のケースを書いていますが右辺がマイナス1の場合も双極線になり焦点は Y 軸上に出てきます離心率について 定点からの距離分の定直線からの距離が離心率の定義ですこの値が実は二次曲線では全て一定になります楕円の場合は値は0から1放物線の場合は1これは定義から明らかです双曲線の場合は1を超えてきます極座標について座標上の点を原点からの長さと x 軸正の向きからの角度で表したものを極座標と呼びます直交座標との変換式確実に押さえてわからなければ直交座標に変換して考えていきましょう 第七問、複素数平面について、Z イコール A プラス BI、A と B は実数という形で複素数を定めたとき、Z を平面上の点と対応させたものが複素数平面です。このとき、原点からの距離が複素数の絶対値となっていて、値はこちらです。強約な複素数が表す点は A-BI マイナスなので、実軸に関して対象なところに出てきます。複素数の絶対値の二乗は強約な複素数との積になるのもポイントです。 複素数の演算について複素数 α 複素数 β が表す点をこの2つと置くと α プラス β という複素数が表す点はこのような形で平行四辺形の頂点となります実数倍は原点から結んだ直線上に出てきますしマイナスを取ったもののは原点対称位置に出てきます。また複素数平面上で2点を結んだ線分の長さというのは差の絶対値となります極形式について先ほどの極座標の話と同様に複素数平面上の 場所をを原点かかららのののの距離とと向きからの角度で表したものを極形式と呼びます。つまりこちらですこれは複素数をかけたり割ったりする時あとは類乗したりする時にかなり使える形ですまた変革に関しては rgz と表すこともあります2つの複素数をそれぞれこのように極形式で置いた時積や小はこのような形となります r に関してはそれぞれ掛け算割り算ですが変革がそれぞれ和と差になっているのがすごく重要なポイントです 複素数平面上でで、このの掛け算を捉えるのも重要で例えば Z1 に Z2 をかけたと考えると点 Z1 を原点 O を中心にして θ に回転させていて原点からの距離も R2 倍しているというイメージがすごく大事です複素数の N 乗に関しても R は N 乗されて角度が N 倍になるというドマーブルの定理もしっかり押さえておきましょう複素数平面上の3点に対してこのナス角の求め方重要ですこの角度は複素数の差の割り算 このの複素数の変革に対応しますイメージとしてはこの点 P を原点に持っていってあげて割り算小を考えることによって変革の差が求まるのでそれでナス角を求めているというイメージですこの差の割り算の複素数によってここではナス角を変革で求めていますが R の部分を考えることによって線分の長さの比も分かるこれによって三角形の形状を求めたりすることもできます最後に複素数平面上の図形に関して このような式で表されている場合点 z というのは点 αβ を結ぶ線分の垂直二等分線を描くことになります。これは点 α、点 β との距離が常に等しいよということから分かります。また、z、zα の絶対値イコール =r という形で表されていると点 z というのは点 α 中心半径 r の円を描くことになります。α からの距離が常に一定だよというイメージです。これからテスト本番を受けられる方へ。 共通テストでは時間がが足りりりななかったり答えが合わなかっったた答え合わして焦ることとも多いと思い思ますそんな時は是非深呼吸をして一回落ち着いて数学 1A に比べると数学 2BC は軽い問題も多いですので飛ばしたりして軽い問題を探しながらとにかく1点でも多くもぎ取ることに集中しましょうやってきたことが反映されやすいテストですので是非自信を持ってこれまでの努力を信じて頑張ってきてください。